2023年9月2日、梁ノ木岳に登ってきました。スタートは大木沢、ゴールは梁ノ木岳山頂。距離 5.5 キロ、標高差1399メートル、コースタイム6時間。要所は等速、それ以外は5倍速、ノーカットでお送りします。はい、本日は9月2日ですね。ここは大木沢ですね。本日は梁ノ木岳に登るべく来ています。で、本当は今日はつば九郎岳の予定だったんですけど、駐車場がいっぱいで途中でダメですって言われて、こちらに切り替えました。まあ、今日はね、天気は良さそうだし、土曜日なのでね、まあ、無理もないかなと思うんですけど、この時間帯でね、まさか駐車場がいっぱいでと言われるとはね、思ってませんでした。で、まあ、ここもいい山なんでね、全然、こっちでも大回復OK ですね。で、大沢小山ではですね、ちょっと短縮道を使って、その先は梁ノ木峠までですね、行って、そこから梁ノ木岳を目指すというふうにしたいと思います。で、今、5時30分ですね。はい、それでは行きましょうか。
はい、張りのき峠、張りのき小屋到着、7時12分ですね。ちょっとね、天気はいいんだけど日が差さないですね。でこっちが張りのき方面で、でこっち、あ、富士山見えてますね。今日はよく見えてますね。で向こうがこの間登った七倉とか、ガキとか、あ、槍砲も見えてますね。こっからでも十分なんですよね、景色ね。それから野口五郎水晶ワシーバーかな、よく見えてますね。でこっちが、蓮華岳方面と、で爺ヶ岳、それから針の木サーキットが続いて、向こうには白馬かな、あれは爺ヶ岳じゃなくてカシメールですね。で白馬と、それから、針の木サーキットとね。じゃあちょっとここで、バッテリー交換していきますんで、一旦切ります。はい、バッテリー交換しました。7時14分ですね。はい、それでは針の木の山頂を目指しましょう。
はい、針ノ木岳到着、7時43分、2時間13分ぐらいかな。いや疲れましたね。今日は高曇りですけど、山はほとんど見えてますね。いやこちらの方から三座道程していきましょうかね。下に見えるのは黒部ダムですね。はい、それで正面が剣、こっちから見ると剣の形がいまいちなんですよね。それから別山に立山に竜王とで五色平が続いて、こっちにも黒部ダムが続いてますね。長いんですよね。であれが赤牛で、宿題の赤牛、あじゃあねえや薬師だ、あれ薬師ですね。であれが宿題となっている赤牛、来年ですね。それから水晶に和芝、野口五郎、手前には烏帽子も見えてますね。でこっちはこの間登った七倉方面ですけど、高瀬ダムの向こうに槍砲は見えてますね。で向こうには乗鞍も見えてますね。槍砲は今日バッチリですね。向こうの方が良かったかな今日。日が差してきましたね。薄日ですけど、それから高瀬ダムの向こうに槍砲、天章とかかな、あれはね。であれが七倉ですね。船久保かこっちかな。はい、それとこっちにはガキ崖、向こうには南アルプス、富士山、八ヶ岳で、浅間山に蓮華岳と、それからこっちは長野の、山、なんだっけあれ、あずま屋さんとかかな。で、大町の町は、あ、こっちが大町の町ですね。で、レンゲと、あれが、爺ヶ岳ですね。それから、鹿島槍と五竜と白馬三山と、で、こっちが、すばり岳とか、赤沢とか鳴沢とかな、針ノ木サーキットですね。それから剣ということで、ちょっとね、このように高曇りで薄日ですけど、よかったですね、来てね。夏の北アルプスはこれが最後になるかもしれません。はい、はい、ということでお疲れ様でした。以上で動画は終了です。ご覧いただきありがとうございました。